子供時代はなんか普通に野球少年で、割と本格的にやってたというか、もう野球のことしか考えてなくて、全然美術とかとそんなに近しいわけではなくて、本当にスポーツ少年だったですね。で、高校生の時ぐらいからなんか音楽とかに興味を持ち始めて、兄が音楽をやってたので、で、そこから徐々に表現のこととかに興味持つようになって、今に至るって感じですね。そうですね、やっぱ地理的なことって結構大きいんじゃないかなと思います。なんか、まあそれこそ海に近い場所だし、本州でもないし福岡市内でもない場所なので、北九州って結構そこが生み出すなんか力みたいなのは、結構割と北九州の人って北九州の人っぽい感じがするなと思います。